じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キルちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。兄貴ですか？シンジか？やっぱり。連絡取りたくて、工房を回ってたんです。そうか。今、どんな状況だ？実は、今、風間のおやつさん連れて逃げてます。何？あの後、病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見て、おやつさん撃ったのは登場会のもんです。おやつさんの居所が知れたら、また狙われるかもしれません。今、どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。
伏せろ。こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろう。てめえ。はいはい、ええ、そうです、わかりました。通していいそうだ。こっちだ。ご案内します、キルさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥で待ちしています。どうぞ。
桐生一馬、出所早々派手にやってるみてえだな。あんたが才の花や。何の情報が欲しい？登場会の100億、それに由美と瑞希って姉妹の情報だ。報酬はいくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな？今は無理だ。でも時間がないだろうな。おいおい、10年前、堂島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃ。だがただで情報やったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。地下闘技場か。そうだ。金の使い道思いつかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題に。ここは西の河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。3人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。Ladies and gentlemen、 ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、桐生一馬。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、全国第1級殺人逃亡犯、ダニエル・フェルドマン。さあ、時間無制限、ルールなし。
さすが桐生カズマ、極道の喧嘩殺法炸裂。さあ続いての挑戦者はムエタイミドル級元王者ガオワイアンプラム。桐生カズマの初防衛戦、どんなファイトになるのでしょうか。今ゴングです。止まりません。おっと、今次の挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスターホーン。よう、また会ったな。聞くですね、ヒルさん。総攻氏と副上氏、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。